9戦連続白星なしとなった阪神ガルシアは6回に浴びた一発を悔やんだ。あそこで打たれたのが全て。それまでは良かったんだけどね。5回まで5安打1失点と連投していたが、2-1の6回に西二塁から中村に低めの134キロを左中間スタンドへと運ばれ、逆転ツーランを被弾した。直後に安打と四球で1、2塁とされたところで、ベンチからタオル投入。5回23を投げ、7安打3四球4失点、自責3で降板し、今季5敗目、2勝を喫した。奪った三振は今季最多の7つと調子は良かっただけに、被弾以外は全て良かった。あの1球だけだったと反省。6月2日の広島戦、松平以来の勝利が遠い。折原翔平。ガルシアについて、阪神、福原投手コーチ、本塁打を浴びた球は悪くなかった。うまく打たれたね。次は何とか粘ってもらいたい。